お話し会再販中です。実はのツーショットとサインがおすすめです。もうその1時間しかない、1時間ずつしかない、ツーショットもサインも。でもね、幕張がねめっちゃ早いんですよね、やっぱり。こんばんは。今さっき軽くメイクしました。今日はしてなかったんですよ、メイクを。今まで寝ててさっきしました。めっちゃ眠かったです。なんかしかも嫌な夢を見て、めっちゃ、でもなんか長編、なんかもう映画ぐらいの長さの夢を見たんですよ。でも2時間3時間ぐらい寝てて、その時間全部夢を見たんじゃないかっていうぐらい疲れたんですね、その夢で。もう夢でよかったって感じで。夢占いしたんですよ。そしたらなんか知らない人がたくさん出てきたんですよ、学校みたいなところで。学校にいてなんかめっちゃ喧嘩っていうか、自分がめっちゃ怒る、めっちゃキレてる夢で、なんでなんですかね。結構自分がめっちゃ怒ってて、その夢の中で。でも何を喋ってたとかも全く覚えてなくて、なんかしかも学校なんですよ。めっちゃ怖かった。そう、内容はねあんまり覚えてないんですけど、とにかく長くて、その夢が。疲れるよね、そういう夢見たら。あ、夢占いしたら、あの何だっけ、問題が解決する夢みたいな、ストレスが溜まってますとか。あとなんか真逆のことも書いてあった。こんばんは。ストレスどうなんやろ、自分じゃ気づかんうちに。溜まってるもんですよね。どうなんやろ、全然一番溜まってない日だと思うんですけどね。昨日美味しい焼肉を食べたので。めっちゃ美味しかったよ、ニンニクもすごかったもん。
胃もたれ全然してない。ちゃんとお腹空きました。あ、ホケラジの相談者です。いました。え、あれは結局どっちだったんですか。食費、うん、何だっけ、どっちかみたいな話やったよね。無駄な出費を抑えるには、食費の無駄な出費なのか、その食費以外の全部食費に当てるための他の無駄な出費なのか。両方ね。食費と食いすぎを難しいよね。お腹すいたっていうのって、まあでもなんかあのこれ教えてもらったんですけど、あのチョコレート、あのパーセントが高いチョコレート、苦めのやつを、これ言ったっけ、言ってないか、あの食事の前に一かけら食べたりとかしたらだけで食欲がちょっと抑えられるみたいならしいです。90% ぐらいの、80-90% ぐらいのやつ。で、なんか STU のスタッフさんがやってました。それでめっちゃ痩せたらしい。食費抑えるのはどうなん、もやしとか買ったりするんですか。もやしとえのきとか、お米買うとか、パックのやつじゃなくて。ね、もやし生活。しかも豆がついたままのもやし。コンソメだけで炒める。ん？コンソメ入れて炒めるだけでも違うよね。確かに。食べる量が多い。そりゃ、もう無理やね。仕方がない。E バイパス手術をするしかない。確かに考え方が極端すぎて。でもタンパク質を、これは言ったんですけど、タンパク質を多く取ったらあんまりお腹空いたって感じにはならないらしいので、人間的に構造的に
タンパク質は大事よね。あれおすすめかも。あの、何だっけ。イカ。スルメイカ。あの、塩分がね。でも、イカは私はよく食べてました。お腹空いた時に。消化悪そう、嘘。めっちゃ噛むんですよ。こんばんは。なんかプロテインとか良さそう。プロテインに置き換えるとか、ダイエットするとか、ちょっとの間それで胃をちょっと小さくして、それでだんだんね食べる量を減らしていくとか。良さそう。え、あとこれめっちゃおすすめなのがめっちゃ出てくる。豆乳を朝飲む。豆乳ってね、なんか意外とお腹が膨れるんですよ。飲んだことない？飲んだことないのはなんかあれ、飲んだことなかったら最初に飲むなら、あの無調整じゃなくて調整されたやつがいいかも。味的にはめっちゃ大豆って感じなんですよ、調整されてなかったら。こんばんは。そう、全然味違います、やっぱり。なんか最近前髪がね、定まらなくなってきました。前髪診断みたいな流行ってるんですけど、最近は。おでこ4本以上、指4本以上あるかないかみたいな
4本以上、5本ぐらいある。結構おでこ広め。なんか診断があって、それをやると AABA の人はこの前髪がおすすめです。なんか AB で選んでいくんですよ。その前髪がおすすめですみたいな。なんか自分が出てくるのが前髪がないんですよね。似合うのが前髪なしなんですよ。でもやったことなくて、あんまり。最近前髪の量増やしたので。もうね、できないんですけど、前髪なしは。もうちょっと伸びたら、しようかな。そう、なんか前髪なしってやっぱり衣装着た時に物足りないなってなったりするんですよ、時々。だから密かに葵ちゃんの前髪に憧れてる。嬉しい。瞑想中です。こういうチョロ毛とかもね、こういう前髪が本当は好きなんですけど、薄い、うん、どうなんやろ、なんかね繰り返すんですよ。薄い方がいいかってなったら、いやでもやっぱり前髪多い方が可愛いかもってなったりする。お話し会申し込みました。だってじゃあたくさん話しましょうね、食費について。面白い。こんばんは。ね、前髪って結構大事なんですよ。整った顔だから雑魚出しも合いますよ。だって昔はね、めっちゃ全開だったんですけど、小学生の時とか体操、機械体操してた時は邪魔だったので伸ばしてたんですけどね。こんばんは。嬉しい。美容室で見せてくれてるんですね。むずいよね、前髪って。デコだし、こんばんは。そろそろ前髪がなくなりそうです。めっちゃ歩くない？ありそうやけどね。丸刈りです。
いいやん、楽で。梅雨になってくるので前髪もべっちゃべちゃになってくるよね。それが本当に嫌かも。でもまだ入ってないよね、梅雨に。沖縄入っとんかね。てかなんか梅雨明けたって感じ。春に雨が降りすぎて。除湿器持ってない。6月中旬。もうすぐやん。梅雨って1ヶ月ぐらいで終わるっけ？2ヶ月ぐらい。なんか今年は畑が潤ってそう。雨が多くて。台風とかもあるのか。それ嫌やな。あっという間に冬になりそう。半年経つの早いよね。すごいよ、チリメンパーティー聞いてくださいね。ゆきりかの。ゆきりかと同じ時の。そういう話をしてるんですよ。雨とか晴れとか、なんか。すごそうなんやって感じになるんですよ。そう、雨女とね、晴れ女の話をしてます。お腹空いてきた。お腹空いてきた。何食べたっけって感じ。お昼ご飯、まあ、帰ってきたのが3時ぐらいなんですよ。それで今、昨日ね、幸せなことに食べ過ぎたので今日抑えようって思って、朝はなんかあのチーズだけ食べて帰ってきて3時ぐらいで食べて、ちょっとそれからお昼寝したので、そっから食べてないかも。6、7時間ぐらい食べてない。こんばんは。
湯切り方葵ちゃんが同時にうんとか言った、同時にいたらどんな天気になるの、それも聞いてもらったら分かります。こんばんは。ちょっとなんか見てくよ。私が好きな待って、今日 X でバズってたのりふみさん違う、気分さんなんですけど見た、なんかめっちゃバズってました、やすこさんがのりふみさんって呼んで気分すごい、ちょうどちょっと食べよう、なんかと、ん？卵のやつは初めて食べるかも、普通の卵じゃない普通の豆腐そうめんしか食べたことなくて、気になってこっちも買ってみました。ネギ入れよう、バンされそう。カフェラテも作ろう。ちょっと待って。可愛くないこのコップ。カフェラテです。ネギ入れてきました。初めて食べる卵の方、これ水捨てるだけで食べれるんですよ。
もうこれしか食べてない時もあった。の1時間目から行くね、優しい。待ってます。では梅干しも持ってきたね、ちょっと味変でいただきます。うん、そうめんです。もうそんなネギの味がめっちゃ強くなったけど、ネギ入れても美味しい。キムチ入れたりとかして食べるんですよ、いつも。いいね。夏ですね、もう。これにカフェラテってちょっと面白い。やっぱ一口多いよね。うん、1時間で追加しました。だってへい、梅干し入れよう。めっちゃヘルシーご飯。いいね、梅。豆腐ってよくない？これが豆腐そうめん。
いつも美味しそうに食べるだって。そうなんですよ。まあ、あともう一つぐらい食べれる。ごちそうさまでした。めっちゃカフェラテ、カフェラテ毎日飲んでるかもしれないです最近。家で作るやつ、朝夜。珍しく生活感のある画角だね。私の配信を見てないですね。ほぼ毎日、毎日っていうか配信するときはこの画角ですよ。実は。おもろ。デザートはないんですよね。あるわ。え、でもアイスなので、お風呂から出た後に食べます。しかもアイスのみのぶどう。まあ、最近かこの背景になったのは、ここ2ヶ月ぐらい。観葉植物も増えてます。ね、この氷の音めっちゃいい。なんか最近適当なんですけど、あのカフェラテ作る分量いつもね、ちょうどいい分量でできます。でもお腹いっぱいになってきた。やっぱ飲み物をちゃんと飲むことは大事ですよね、食べるときに。なかなか飲まないかったんですよね前は、食べてるときは。
サバ行ったりしないの？え、行きますよ。スタバのあれが好きなんですよね。名前が出てこん。あのパンにチーズとハムが挟まってるやつ。飲み物の方はチャイティーラテとか。とか、そのパンのやつか、なんかアボカドとエビとなんかレタスとなんかが入ってるやつもうめっちゃ美味しくて、食べますね時々。めっちゃ時々だからドーナツも美味しい。シュガードーナツ、スコーンも美味しい。あのスコーンもね、いい。そう、なんかあんま嫌いなも食べ物がないんですよ。なので本当に何でも美味しいです。でもお話し会追加した？楽しみ。スコーン温めない派です。温める派です。対決。え、なんでですか？温めた方が美味しくない？スコーンって美味しいよね。よく作ってました、ホットケーキミックスで。簡単なんですよね、作るの。オーブンなくてもトースターでも作れるので。温めたことない？温めなくても美味しいけど、温めたらちょっとしっとりする気がするし、チョコがちょっと溶ける。そうなんや。わかる。でもチョコをガリガリ噛むのもいい。チョコ入ってるの？めっちゃがっつり入ってる。ゴロゴロ入ってます。もう四角いやつがもうゴロッゴロ入ってて美味しいです。確かに喉乾くけど、ね、甘いのでちょっと苦めのやつがおすすめよね。なんか本当に最近焼きポンデリングみたいな流行ってるじゃないですか。あれ作りたいんですよね、配信で。なんかあのあれ やりたいんですよね、あの YouTube に ASMR で載せたい。
流行ってるんですよ多分今一番って言っていいほど。まあでもショールームでもできるけん、ショールームでいっか。YouTube 始めようかな。ASMR 専用の顔出さずによくあるよね。ね、結構憧れる。なんかスライム、スポンジ、え？スポンジにスライムを浸透させて、なんかその上にロウを溶かしたやつをかけて固まって、それを包丁でザクザクグーって切る ASMR の動画があるんですけど、めっちゃいい音なんですよ。そのスポンジが切れるんですね、スライムを浸透させたら。あんま仕組みよく分かってないんですけど、なんかその音がめっちゃ良くて、自分もやりたいなって思ってます。え、でも自分はそういう系じゃなくて、食べ物の ASMR がいいな、やるなら自分で。その焼きポンデリングとかもめっちゃいい音なんですよ。本当にいいんですよ。ちょっと見てみてください、なんか動画を。しかもスライムになんかラメとか混ぜたりとか、スパンコールみたいなの混ぜたりとかして、ザクザクザクみたいなやつもめっちゃ良くて、わざわざ見るもん調べて。バーチャル背景？どういうこと？この部屋ですか？どっちでしょう？どっちでしょうか？じゃあ真相はこちらです。じゃん。現実でした。嬉しい、バーチャルに見えるんですね。でもどうやってやるんやろ、ショールームで。そう、現実です。ちゃんとした生活してます、ここで。背景変えれるんかね。変えれんかも。今回オンラインも挑戦してみようかな。いいですね。こんな感じ、本当に。ショールームのなんか今の感じを、あの個人的にしてみたって感じ。
ちょっと充電の 23% でした。まあいけるよね。生ハゲのお面怖くない？怖っ。ちょっと楽しみ。そう、新制服です。なんか一番なんか露出が多いんじゃないかって思ってます。今までの制服の中で一番。短パン、半袖。夏になったらね。冬は長袖なんですけど、さすがに。半袖短パンなんですよ。なんかレースはついてるんですけど、足首ぐらいまで。でもほぼないようなものなので。でもめっちゃ涼しいと思います。みかんのコスプレ、めっちゃ楽しみ。本当に。幕張は気合い入れて朝一から行きます。待ってます。寝坊厳禁。お、船舶。待って、なんかこれ夢で見たかも。このコメント欄、なんかこういう感じのコメント。デジャブ。最終の飛行機で全泊です。楽しみですね。前の日に飲みすぎないようにせねば。そうですよ、前の日に飲まずに、もうお話し会が終わってその夜に飲んでください。それがいいですよ多分。幕張はモチベーションに生きています。いいですね。AKB さんの衣装なんか上下違いました。名前が上下で違いました。飲みながら行く？それは怒られる。怒られますよ。こんばんは。すごい音がするね、焚き火の音が。ミキャンシャツで行く。ぜひ。来てくれるんですかね、1時間目から幕張メッセ。めっちゃ不安なんですよ今。起きれたら行きます。だって
絶対に起きてください起きてください、私が起きてるので絶対に起きてくださいね。もう行きます、だって魂は前乗り絶対に起きましょう。なんかボサボサ。5分でいける？すごっ。1時間目行くと歓迎されそうまあ全部歓迎なんですけどね。こんばんは。そう、不安なんですよね。でもツーショットって、しかも制服でいいよね、なかなかないかも。なんかの特典とかぐらいでしかなくない、制服でって。パーカー暑いと思うあの生地は結構。帽子は帽子買ったったっけ。帽子は良さそう。ディズニー全然行ってないかも自分。中学生以来行ってない。中2ぐらいからもう行ってないかも。直接選抜おめでとう。委員に行かないとね。待ってますね。待ってますね。ツーショットポーズね、もう何でもいいと思う。線でもいいと思う。ポーズもうこうやってただ座ってるだけでも全然いいと思います。それか私が考えます、もしなければ。お、帽子確かに。始業式もあるのか、もうほぼ学校いいね。確かに愛の重さポーズ、これこういうのもいいと思う。これ葉っぱなんですけど、こういう振りがあったりとか、こういう振りがあったりとかして、これはいいかも。リーフ、リーフポーズか天秤ポーズ、片方片手ずつ、どっちかが高くてどっちかが低いみたいな。もう同じぐらいでもいいと思うけど、こういう振りもあるので。あと何がある、小豆島ポーズオリーブ、オリーブポーズ、レモンポーズいろいろありますね。
恋も育つポーズ。ポーズもありますね。大阪サイン追加してきた。うん、大阪も楽しみ。サインってめっちゃ久しぶりな気がするので待ってますね。大阪もたこ焼きも楽しみですね毎回言ってます。私はたこ焼きが楽しみって、その美味しさを一緒に味わいましょう。縁日もね、本当に楽しみ。あれにしましたよ、今のところ。クイズと、兵藤葵クイズと、あ、かっこ愛媛クイズと、あれ、ヨーヨー釣り。プレゼントは、まだ内緒です。当たり外れがあって、当たった人は、何かをプレゼントする予定なんですけど、内緒です。まだ内緒です。ね、大阪はもうまだまだ先って感じなんですけど。でもな、さすがに再販があると思うので、先すぎて。その時にでも待ってますね。クイズ正解しても忘れることあるの？いや、クイズの正解したのが正解不正解で分けてます。ヨーヨーは釣ったらわかるっていうような感じにできたらいいなと思ってます。どうなんやろな、なんか難しいなんかね、ヨーヨーの方はどうやってどうしようと思ってます。なんかくるくる回ったりしそうじゃないですか、水の上で。だけど 1,2,3 ってやってて、じゃあ何番釣ったってなって、あらかじめ番当たりの番号を決めといて外れとかそういう感じ。でもなんかどうやって当たり外れを作ろうかはね迷ってます。うん、内容別々です。その二つをどっちかでやろうと思ってます。射的もね迷ったんですけど、ちょっと怖いなって思ってやめましたなんか片付けもあと大変そうって思って、そうちゃんと回転よく回るようなやつにしようって思ったらその2つになった。こんばんは。あっち向いてほい、いいね、確かに。二日行かないと両方できんのね。そうですね。8月。
水鉄砲はなんか水浸しになりそうじゃないですか。どうなんやろ。でも普通に射的やりたい。いくつか用意はね、ちょっと難しそう。お、申し込みました。だってすごい。リアルタイム？え、でも楽しみやな。ヨーヨーも持って帰れるしね、割れなければ。リアルタイムです。だってすごい。来月になったら。ありがとうございます。確かに帰りの新幹線で終わらないように気をつけてください。楽しみ。自分もやりたい。後でやろう。いいね。ヨーヨー釣りとか全くしないですよね。お祭りとかに行かないと。なんか本当は綿あめ屋さんとかしたかったんですけど、食べ物が NG なので残念です。その場で話しながら作って渡すみたいなことやりたかったんですけど、まあ、でも時間もかかりそう。楽しそう。いいな。確かに浴衣で来るのがいいかもね、雰囲気的に。こんばんは。楽しみ。こんばんは。なんか食べ物がね、提供できたらよかったな。ジンベエでいつも行ってる。いいね。涼しいよね。もうなんか浴衣ってお腹ちょっと締め付けられるじゃないですか。お腹にちょっと汗が溜まったりとかして、意外とね暑かったりする。キッチンか、いいね。
なんかお待たせしましたとかやってみたい。なんか楽しそう。広島2日間行きます、楽しみ。もうクイズちゃんと今から考えておかないとですよね。何問ぐらい用意したらいいんやろ。まあ、でも一回取り出したやつ戻してもらってシャッフルしてみたいな感じにしたらいいんですかね。こんばんは。大きに大きに。あ、たぬきちの誕生日らしいね、今日。今日やったっけ、なんか見ました。大きにじゃ、なんか思い出した。なんでやろ。あー、あの服屋さんの人が関西弁よね、道盛りの中の。たぬきち。連続で同じ問題引いたりして、それはもうラッキーとして捉えてください。めっちゃハマってました、道盛りのなんか自分でデザインするやつ。タヌキの方よ、タヌキチ、動物の森の。最近は丸くなったって書いてました。体型とかじゃなくて性格が。タヌキチの。リセットさん嫌いでした。うるさいよね、なんかビビる。動物盛りしたくなってきた。まだ DS あるの？あるんですよ、 DSi。 懐かしい。もうおいでよしかやったことないんですけど、動物の森は。あの古い感じがいい。しかもあの化石のなんかバッテンみたいな、化石ここに埋まってますみたいな印あるじゃないですか。あれを見てたらいつもワクワクしてました。もう何が出るかなって感じで。
電源入るのかな、入るんですよ。それがなんかすごくって、あのついこの間愛媛に帰った時にあったんですね、 DS が。ちょうど片付けをしてたらしくて、実家の。これ DS いるって聞かれて、いるって答えてそのままあったんですけど、帰ったらなんかまあさすがにもうつかないよなって思って電源つけてみたらついて、でも全然充電してないんですよ、1年2年ぐらい。めっちゃ前にこの配信でやったことは覚えてるんですけど、なんか使わなくなって実家に送った時に、実家に送ってもう結構経つんですけど、それでも電源がついて、なんかすごくないってなった。充電の持ちがすごい、びっくりしたもん。しかもちゃんと3個ついてました。あるじゃないですか、なんかあのライトが緑でした、ちゃんと赤じゃなくて。こんばんは。すごいよね。でも充電器が見当たらなくて充電はできない状況なんですけど、でも今中古でめちゃめちゃ安く買えそう。なんか歌おう。そう、なんかその DS も自分のじゃなくて中古で買ったやつなんですよ。実は自分のやつはピンク、真っピンクのやつ持ってて、でも今は白です。でもね、めっちゃ綺麗なんですよ、見た目も。何にしようかな。
夜ですね。当たり前だよ。歩ける。田園地帯走る黄色の電車がスピード落としたら君が乗ってくるだろうか。ポニーテールの日はテストがあるんだよね。気合い入れるんだって少し離れ僕は外へルーを送った。それは恋と呼べるような確かなものじゃなく自分戸惑ってる感情が こんなに切ない朝が来るなんて 今まで嘘もしなかった。 ドキドキなのか 抑えて何か叫ぼうとしている。 本当の気持ちを吐き出きたら この胸のぼやない何もできない日々はセンチメンタルデイ。またやりたいセンチメンタルトレイン。
I'm not afraid to die.
本当にこういう振りなんですよ。隣の人にサングラスをかけてあげる振り。ありがとうございました。サングラスもね、かけていかないとですね。なんか目から日焼けするって言うじゃないですか。なので大事。この色可愛くない？充電があと 8% なんですけど。ちょっと充電しよう。さすがに。充電しながら配信。危機感がなさすぎて充電が。なくなるっていう。よし。よし。あ、高すぎた。顔が照らされる。よし。できました。すごい音が、キャンドルの近くに来たので音がすごい。そろそろ消そう。可愛くない？この可愛い。オーバーサイズ。ちょっといかつい猫。こんなジャラジャラしたネックレスして。可愛くない？確かに耳じゃない。聞いてない。どこで買ったん？ミルクボーイです。本当はアウトレットにあったんですけど、最近はパルコに新しくできてパルコで買いました。ミルクボーイはね、なんか広島って書いてあるやつが多かったりとかして、なんか瀬戸内って感じがしてね、好きなんですよ。可愛いしT シャツなんか可愛いのが多い気がする。猫とかウサギ系が多いかも。でも自分はその中でも猫系のやつの方が可愛いなと思った。
犬はねなかった。いいよね。 T シャツって集めたくなるよね。なんか可愛いやつ。54分。そう、 T シャツはねぴったりっていうかオーバーサイズの方が着るかも。なんか踊ったりするときに、うん、なんかいいんですよね、大きいサイズの方が。なぜかなんかこうやってバーンって手上げたりとかしてもこの下の部分がお腹が見えたりとかしないので、そう、なんか中途半端に見えたりするじゃないですか。なんかぴったりの、ぴったりというか私からしたら M サイズとかぴったりなんですけど、変にお腹が見えたりするんですよ。なのでわざと大きめのやつ着たりとかする。お腹が見えるなっていう時はもう出す。なんかいい感じのインナーキャミソールとかを着て見せる。わざと。でもね、やっぱ不安になるんですよね、ちょっと見えてたら。そう、なのであんまり、うん、私服でしか出さんかも。これもね、レッスン着として買いました。動きやすい、めっちゃ。うん、へそ出しはあんまりせんかも。なんかね、やっぱ不安になる。スースーして。では、ランキングを、壇上を読みます。キズナックさん、トノサマドラゴンさん、ジータさん、サージカルさん、ヒロシさん、アヨンさん、ムネカネヒロシさん、ベンジャミンさん、松岡さん、ケンケンさん、ウツボさん、オシメンナナミンさん、おいもちゃん、ありがとうございます。お疲れ様でした。今日も一日、もう木曜日なんやね。早、明日は金曜日ですね。そして明後日は岡山、徳島、よろしくお願いします。徳島、岡山か、徳島、岡山、徳島2公演、楽しみ。お話し会も再販中なのでチェックよろしくお願いします。この配信を横画面にしたら左上にねバナーが出てくるので、そこから飛べます。本当に楽しみ。一番近いのが6月なので、もし空いてたら来てください。
独り言。こんばんは。おやすみかん。あと40秒ぐらいです。フォローよろしくお願いします。インスタなどもしています。最近愛媛の投稿全然できてないので、またね、帰った時に取りためます。ではおやすみかん。